はい。どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は7月の31日に登場しました、えー、ガーディアンのですね、グレード85以上、全選手徹底解説やっております。さあ、今回はパート4ということで、4本目ですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、前回は J2 に足を踏み入れたぐらいですかね、のとこまで行きましたので、続きから6名の選手やっていきたいと思います。で、パート5で5名の選手を上げて、終了と。 いう形になりますので、まあ、J. 2もね、J. 1に負けてないぐらいのね、カードがおそらく出てきてるんじゃないかなと思いますので、まあぜひね、えー、気になる選手だけでも楽しみにね、見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、あとですね、あの新規スキルがね、新スキルが、えー、今回ガーディアン登場に伴いまして登場しておりますが、こちらに関してはね、すでにパート1の方で解説を行ってますので、まあ、鉄壁の番にね、気になる方はぜひね、この動画見終わった後にでもパートワンの冒頭をご覧になってみてください。 では、ここからね、早速評価に入っていきましょう。じゃあ、まず1人目ですね。はい、ここは西村選手ですね。見ていきましょう。さあ、ということで、89でテクニックタイプで登場してます。スキル構成が空中戦の支配者、ハードタックル、ピンポイントフィード。チームスキルがディフェンスゴールキーパー、全パラ強化 A で。ボーナスセンスがテクニック20%プラス、EP30% プラスのダブルセンス。 総合値が6243で、ディフェチが1621というカードになっております。はい。ということで、こちらの、えー、西村選手のカードね、評価していきたいんですが、ここはですね、まあクラちゃんがまずそうですね、難しいですが、まあ一応8かな。はい。で、リーグはね、ちょっときついんだよな、このカードね、リーグになるとね。まあ六点五6.5ぐらいで、はい、つけておきたいなと思います。 はい。ということで、えー、評価としては、えー、86.5となるかなと思うんですが、まずクラチャー部分ね、話していきますと、まあ、空中戦の司会者ね、まあ、空中戦の上位スキルということで裏、裏 IP30 ありますから、これはま、あ悪くないでしょう。で、ハードタックルもま、悪くないですね。で、ピンポイントフィードなので、まあ、タックルとフィードが連動性があるので、まあ、これがうまく反応したら BB で稼げることもできるし、まあ、空中戦のね、出番になったら、まあ、A スキルで稼ぐことができるということで、決して悪くないかなというところですね。 まあ、あとボナセン EP あるんで、はい。この部分も上乗せしての評価になると思ってください。で、これね、リーグになるとですね、まあ、ボナセンディフェじゃないっていうのも一つあるんですけど、まあ、6.5の理由としては、やっぱりスティールがないっていうところね。うん。ここがね、ちょっと響きそうだなっていう感じがしましたね。例えばの話、やっぱここの弱点を埋めるのって、能力値なんですよね、あとね。例えばディフェ値がめちゃくちゃ高くて、タックルとかの成功率が良くて、空中戦も弾じ返して、ます、あ。スティールはちょっと目をつぶるか。 ぐらいの感じだったら、じゃあ起用しようかってなるんですけど、その、ディフェイチが高いというところが、まあ結構大事な中で、ボナセンディフェ持ってないのはね、ちょっと痛いんだよね。これも響いてね、まあ6.5がね、限界かなという、ちょっとスティールがない弱点というのが、どうしても垣間見える場面というのが、想像ができるので、そこで、えー、評価が伸びなかったと思っていただけたらなと思います。はい、ということで、まあ8、6.5というか、どっちかというとクラちゃん向きのカードとは言えるかなと思いますので、 まあそちらで価値を見出していくか、まあディフェッチを上げていって、まあスティールがなくても使った方がいいなっていうぐらいまで持っていけるかどうかでね。うん、この二つの目線で、まあ当たった時にね、起用すると思ったら考えてみてはいかがかなと思います。はい。じゃ続きまして、二、えー、人目の選手見ていきましょう。さあここはですね、群馬から、 中潮選手がね、はい、出てますね、えー。グレード89でテクニックタイプで登場してます。スキル構成がパーエクトフィード、ハードタックル、ヘディングクリア。チームスキルはディフェンスゴールキーパー、ズンパラ強化 A。ボーナスセンスがテクニック20パーアッププラスと EP30 パープラスのダブルセンス。総合値が6249のディフェンスが1621というカードになっております。はい、ということで、こちらの中潮選手のカードをね、評価していきたいんですが。 ここはですね、うんクラちゃんは、そうね、難しいな、これも。ま、あ8かなうん。8。点5でもいいかないや、8.5だね。8.5にしましょう。はい。で、えー、リーグはね、うんこれちょっと怖いね。ま、あリーグは6ぐらいかなと思いますね。6.5。まあ、ここも6.5かな ?6.5 でいきたいと思います。はい。ということで、え点、ー、8.5、6.5かな はい。で、つけたいなと思うんですけど、まず、クラチャン部分からね、まあ、評価していきますと、まあ、ここはそうね、まあ、パーフェクトフィード、まあ、これは決して悪くないですよね。うん。まあ、ジョイスキルだしね、スルフィードのね、あ、シャープフィードのジョイスキルだからね。うん。裏 i p もあるし、まあ50、50%かな、あると思うんで、まあ、悪くないかなというところと、あとは、まあ、ハードタックルあるんでね、ここでしっかりと守備しながらで、えー、まあ、パーフェクトフィードまで繋げれると稼げなくはないので、 ま、ここに関して評価すべきかなと。で、ヘディングもまあ、単独で稼ぐ可能性はあるので、まあ、これ決して悪くないかなというところで、まあ、評価しておきたいなと思います。で、まあ、8.5ぐらいかな。ボナセのの p 合わして、んまあ、それぐらいかなという感じがしますね。まあ、フィードをとりあえず打ってれば稼げなくはないので、まあ、ハードタックルフィードというところが、まあ、生命線にはなってくるかなと思います。で、あと、リーグはね、まあ、フィードがそんなにやっぱり多く、 まあ、強く見れないっていうところと、まあ、タックルの B とヘディングの B じゃちょっと守備が怖いかなっていうね、ここもスティールがないんですけどね。うん。まあ、リフェッチ1600あるのはね、結構評価したいんですけどね、サイドバックでね、これ高いんだけどね、めちゃくちゃいいんだけど、惜しいなっていうね、ちょっとスキルついてこなかったなっていう感じですよね。まあ、6.5が、まあ、サイドバックでも6.5がちょっと限界かなというところのラインかなということで、6.5で。まあ、センターバックだったらちょっと6ぐらいかもしれないね。うん。 まあそれぐらいになるかなと思います。はい。ということで、まあ、AA にね、パイクとフィードを持ってる時点でもう、どっちかというとクラチャンに全振りした方が活躍の機会ありそうだね。やっぱ A スキルでタックルしているいずれか、せ、まあ、めて空中戦とかを持ってないとなると、やっぱセンターバックではね、軒並み厳しいし、まあ、サイドバックでもね、ちょっと厳しさが見えるかなというところで、はい。まあ、あくまで 1P 付けてクラチャンというところだったら稼ぎ方は全然あるのでね、パイクとフィードまで繋げればね。ということで、まあ、そっちを探ってみてはいかがかなと思います。 まあでもね、一つね、これね、収穫あると思うんですよね。サイドバックでね、中昇選手もともとデフィフェッチ高くなかったからね。まあ、デフィフェッチ高いカードが出たということが、これガーディアンだからっていうのもある、見方もあるし、もしかしたら他の限定でも可能性あるんだったら、この後の限定とかもね、ちょっと楽しみな、うん、選手になってくるんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、注目してみてください。はい。じゃあ続きましてが、えーと、千葉千葉誰だったかな。 ちょっと待ってね。<laughs> ちょっ探りながらね。あー、久保ニア選手ね。違うね。じゃ、横浜 FC かな。これ3人目ですね。じゃ、あ運動科ボニフェイス選手見ていきましょう。グレード92パワータイプで。はい、登場してます。スキル構成が空中戦の司会者、インターセプト、ハードタックル。チームスキルがディフェンスゴールキーパー、全パラ強化 A。ボーナスセンスがパワー20パープラスと EP30 パープラス。で総合値6576のディフェッチが1579というカードになっております。 はい。ということで、えー、こちらもね、評点つけてお話ししていきたいんですが、まあ、クラちゃんはこれは、そうですね、まあ、8かなと思います。はい。で、リーグは8.5で評価したいなと思います。はい。ということで、8, 8.、8.5ということで評価になりましたが、まあ、まずクラちゃんのお話ししていくと、まあ、空中戦の支配者上位スキルね。まあ、悪くないですね。で、インターセプト、ハードタックルという組み合わせなので、ディフェンス3種持ってるという組み合わせになっています。 まあ、欲を言えば、まあ、A タックル、A スティールだったら、まあ、氷点、そうね、うん、まあ、急あったかなっていうね、<laughs> 感じですよね。っていうのもやっぱ空中戦がね、結構ね、試合に左右されやすいからね、やっぱ展開によっては全然機能しないとかもあるんで、まあ、タックルとかスティールに比べると、ちょっと発動の安定感には欠けるよね。 うんここがま8.5の原因って、原因という,というか別に8.5は悪いわけじゃないけどね。まあ、9は狙えたスキル構成なんですけど、まあ、8.5の理由としてはまあここかなと。まあ映画空中戦だからっていうのが評価のすべてかなと思います。で、リーグの方はね、まあやっぱりディフェ値高いボランチとしての価値高いんですけどね。ここもね、まあ、スキル順がね、もうちょっと良かったら、もしくはやっぱボナ戦、ディフェあったらなっていうね。パワーも決して悪くないんだけどね。はい。というふうな、 ちょっと味方になってしまうかなと思いますね、ここはね。うん。まあでもね、これボナセンディフェじゃないんだけど、他のセンスとかでディフェとかしっかり上乗せできれば、まだ活躍の機会は全然あるので、まあ仕上げようによっては全然スタメンも、まあ、可能性は残ってると、うん、思っていいんじゃないかなと思います。ただちょっとボナセンディフェないのは、まあ正直このスキル構成だと最低でも欲しかったなっていうラインではあるので、まあこのライン、 はどうしてもうん、超えて来なかったというところで、標点的にもまあ、ちょっと8ぐらいが限界かなという感じですね。はい。ということで、まあ8.58という評価になりましたが、まあ、決して悪いカードではないんでね。 うん、悪いカードではないんですけど、まあ、ちょっとスキル順でやっぱり、うん、思うこと、思うところがあって、ま9、あ、はつけにくいかなという評価に、まあ、なったと思っていただけたらなと思います。まあ、ただ仕上がればね、可能性はさっき言った通り出てくるので、まあ、どうしても使い方、使いたい方はね、まあ、センスと仕上げて使ってみてください。はい、じゃ続きまして、えー、4人目ですね。はい、ここは今津選手見ていきましょう。 さあ、グレード86のパワータイプで登場してます。えー、スキル構成が空中性の競り合い、ハードタックル、前世のフィード。チームスキルがディフェンスゴールキーパー、全パラ強化 A。ボーナスセンスがディフェンス20%プラス。総合値が5990のディフェンスが1558というカードになっております。はい、ということで、まあこちらもね、評点付けてお話ししていきたいんですが、まあクラちゃんは、そうですね、まあ6.5かな。うん、リーグは、リーグも6.5で、はい、評価したいなと思います。 はい。ということで、6.5,6.5ということで、ま、あこれも高くはないね、評価はね。ということで、まあ、クラチャンリーグそれぞれお話ししていきたいんですけど、まずクラチャン部分ね、まあ、ここも多いね、なんかこのライン多くない空中戦 A がね。まあ、空中戦 A、ハード、ね、B にハードタックル、C のフィードということで、まあ、一応ハードタックルからフィードの連動も狙えるのは狙えるんですけど、BC の連動はね、高が知れてるっていうところですよね。となるとやっぱ A スキルでね、タックルかフィード欲しかったなっていう、ま、あ稼がせたいんだったらね、 空中戦が A にあることによって、ちょっとこの組み合わせで一番稼ぎにくいぐらいの、うん、組み合わせになってるので、ちょっと6.5ぐらいが限界かなっていうところですね。まあ、クラチャンに関してはそんなもんかなと思います。で、リーグに関してはね、まあ、これもボナセンディフでせっかくあるんだけどね、やっぱスティールがないんだよね。うん、ちょっときついね、ここね、スティールないのね。うん、ということで。まあこれがもうスティールあったらね、正直まだ8とか狙えたぐらいのラインにはいたかなっていうね。 ま、C のパスカットだと7.5ぐらい限界でしょうけど、うん、というぐらいのところにはいたかなっていう感じですね。まあ、いずれにしても A スキル、タックルスティールはちょっと欲しいね。今のあの J1 の選手たちの仕上がり見るとね、ちょっと J2 の選手が空中戦の割りくってんのかなっていう雰囲気はちょっと出てますけどね。はい。<laughs> ということで、まあ、ちょっと仕方ないのかなと思いますね。そこの部分はね。まあ、6.5が精一杯かなと思います。 はい。ということで、今の選手もね、85超えてきたんですが、ちょっとスティールがないのがね、リーグ、クラチャン。まあ、クラチャンはまだマシですけど、リーグは特に、まあ、ちょっと致命的かなと思います。まあ、ただ、このカード全く使えないとか、そういう話じゃないんで、空中戦ハードタックルで活かしてって考えるんだったら、このボナーセンディフェアありがたいので、まあ、まあ、目つぶってね、スティールに目つぶって使うんだったら、やっぱディフェチ上げて、まあ、せめて空中戦とね、ハードタックルの成功率上げとかないと割に合わないんで、ね、まあ、使うんだったら、ここをもっとね、 追求して、まあ、センス、ね、ボナセ以外のところとかのセンスもそうだし、まあ、キラークラブリンクとかいうところね。まあ、そういうところを含めて、ぜひね、使える状態に、ぜひ持っていくことが、まあ、環境、環境というか、ま、自分のデッキで、うん、レギュラー掴む際、サなんていうかな、まあ、大事なところうん、まあ、重要点かなと思いますね。はい。ということで、まあ、使うんだったらそこのね、まあ、底上げっていうのを意識して、ぜひ考えてみてください。 はいじゃあ続きまして5人目の選手見ていきましょう。さあ、ここはゴンダ選手ですね。はい、えー、グレード90のバランスタイプで登場しています。スキル構成がダイナミックセーバー、制空系の掌握、後方からのロングフィード、チームスキルはスタメンディフェンス強化、ボナセンが金ピープラス、総合値6748のディフェッチが1639というカードになっております。 はいということで、権田選手のこちらのカードですが、ここもね、評点つけてお話ししていきましょう。えまずですね、クラちゃんは、これはそうですね、うん、難しいですけど、9かなうん、9でつけましょう。で、リーグはね、これは8.5で、はい、評価したいなと思います。はい、ということで、9、8.5という評価になりましたが、まあでも9といっても9.5に近い9ぐらいだろうね、これね、うん、クラちゃんの方はね。 はい。ということで、クラちゃんのお話ししていきたいんですが、まずはスキル構成ですね。まあ、ダイナミックセーバーで裏 EP30% ありますし、まあ、ここでしっかり守備しながら、まあ、後方からのロングフィードまでね、まあ、キャッチして、繋げれたら連動、実質連動みたいな感じでね、稼げるし、まあ、制空権は制空権で悪くないと思うので、うん、これはいいんじゃないかなと思いましたね。はい。ということで、まあ、しっかりとね、絡めば、まあ、ダイナミックセーバー絡みながら、まあ、稼げる可能性ありますので、で、あとボーナーキ記 EP プラスなんで、まあ、9、まあ、9.5よりの9ぐらいで、はい、捉えていただけたらなと思います。 で、リーグの方はですね、まあ、ダイナミックセーバー制空機はいいんですけど、やっぱ周りがないというところで、今の環境だとちょっとボレー対策が怖いなっていうところが多少あるのと、あとはやっぱボナセンね、ディフェとかじゃないからね、能力値が、まあ、やっぱ1639という基礎値は高いんですけどね、ここから伸びきれてないということで、まあ、表面上の評価だと8.5ぐらいが妥当かなっていう、今の環境だとね、まあ、そんな感じかなと思います。 はい。ということで、ま、あでもダイナミックセーバーとセー権持ってるからね、ま、あ最低全然使えるんでね、あの、仕上がり良ければリーグの、ま、あキーパーとか、ま、あボナセンイピーかしてクラチャンのキーパーとか、ま、あそういったところは考えれるレベルにあると思いますので、ま、あぜひ当たった方でね、そういうラインに持っていける人は、ぜひ気を検討してみてください。ま、あ個人的にはどちらでも使える、使えると思うので、まあ、あどちらでもいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ本日の動画、6人目の選手見ていきましょう。 はい。ということで、ここ、川島選手ね、グレード91パワータイプで登場してます。スキル構成がダイナミックインターセプト、ハードタックル、ヘディングクリア。チームスキルはディフェンスゴールキーパー、全パラ強化 A。ボーナスセンスがテクニック20パープラス、EP30 パープラスのダブルセンス。総合値6486のディフェンチが1548というカードになっております。はい。ということで、川島選手もね、えー、評点つけてお話ししていきたいんですが、まあ、ここはですね、クラちゃんは、そうですね、これは9で、はい、つけたいなと思います。 で、リーグはですね、まあ、8.5かなと思いますね。はい。ということで、9 8 5という評価になりましたが、ま,あ、まずクラチャンはね、前、まあ、スキル大事ですけど、ダイナミックインターセプト、まあ、これはいいですね。パーフェクトスティールの上位スキルということで、裏 IP30% ありますし、 ま、ここでね、パスカットしながら、まあ、B でハードタックル、ヘディングクリアというね。まあ、これを合わせるとディフェンス3種、スキル持ってるので、まあ、守備しながら、特にま、スティールが絡んで守備できると、まあ、稼げると思いますので、で、あと、ボナセンのね、EP30% プラスもあるので、まあ、これを合わせての評価だったら9ぐらいは、はい、つけていいんじゃないかなと思います。で、あと、リーグが8.5ですが、これはボナセンディフェあったらね、9あったねっていうところのラインですかね。うん。やっディフェチもね、まあ、1548。まあ、別に低くはないですからね、まあ、普通ぐらいのディフェッチしてますし、 まあ、スキル構成もね、ダイナミックインターセプトを筆頭にディフェ3種持ってるので、まあ、ここがね、しっかりとディフェがついてくると、まあ、全然リーグのスタンメンとか使いやすい。まあ、むしろスキル的には全然使いやすいんでね。まあ、能力値がちょっと課題かなと思いますけど、まあ、そこさえカバーできればというところまで持っていってほしいですね。リーグで使うんだったらね。はい。まあ、スキル強化とかも結構効果的に効くんじゃないかなと思います。 はい。ということで、川島選手はね、基本的に、まあ、レギュラーでも、まあ、限定で見ても、基本的になんかスキルの外れがないイメージなんですけど、今回もね、スキルはしっかりとついてきてますね。まあ、よく言えばね、このボナンセンディフェあったらね、最高でしたけど、まあ、ここまではちょっとね、持ってこれなかったということで、まあ、そこはね、皆さんの、えー、仕上がり具合でしっかりディフェチ補強してね、強いカードとして使ってあげてほしいなと思うし、まあ、EP つけばクラちゃんというところもね、全然狙えますので、えー、どちらかで、まあ、手に入れた時に使うことを考えるんだったら、 まあ、寄った方で、ぜひね、考えてみてください。はい、ということで、今回ね、ここで川島選手6人目になりますので、パート4は以上となります。まあ、残りね、5選手いますが、今回ちょっとあれだったね、空中戦多かったね。うん。まあ、それこそね、パート1、パート2とかで J1 の選手を特に結構見てきたときに、なんかもうめちゃくちゃ理想的なね、スキル構成してるなっていう話をしたんですよね。 で、ま、あその空中戦とかもね、A で持ってないしっていう話もしたんですけど、まあ、うん、ここでその分回収しちゃったのかなというところなんでね、まあ、こればっかりはちょっと仕方ないのかなと思いますけどね。はい。ということで、ま、あでもスキルね、まとまってる選手もいたし、まあ、ちょっと今くるくる回ってますけど、もう気にせずに話しますけどね、まあ、そんな感じでしたので、まあ、悪くないのかなと思うんでね、まあ、全体的に、まあ、やっぱセンターバックね、ゴールキーパーあたり補強しやすい原点になってますので、ぜひね、 獲得チャレンジ、特にね、ここにネックな人は考えてみてください。では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今日も失礼します。バイバイ。